宮島ゴールデンウィーク恒例の第52回サンケイスポーツ若葉賞もいよいよ頂上対決第12レースの優勝戦です。対戦メンバーは1号艇山口剛、2号艇辻栄造、3号艇島村隆義、4号艇高橋龍也、5号艇山崎裕二、6号艇大上拓人、以上の6名です。インは1号艇人気の中心山口剛、オール2連隊を守ってここまで来ました。スタートも自信ありで、今年の V3 へこのチャンスは逃しません。2コースは2号艇の辻栄造、地元は V を含めこれで3連続の優出中。3コースは3号艇島村隆義、当地の G1 を含め今4連続の優勝中、仕上がりも万全で脅威の存在。4コース角は4号艇高橋龍也、地元初 V をかけてここは一層入魂。5コース5号艇山崎裕二、相棒はハイパワー29号機。6コースは6号艇大上拓人です。チルトはマックス3度、ここ一発の魅力は十分。風は依然強めのホーム向かいの風、水面少々ざわついています。人気の山口の陰線、第12レース優勝戦、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇3号艇山口と島村コースターと決めています。一処置マークに向かっていく、逃げる体勢1号艇の山口、握っていった3号艇島村ですが届かない。サッシュのハンドル2号艇辻、間を割ってきた5号艇の山崎でバック側ですが、さあここは逃げました。先頭は1号艇の山口剛、3停進相手3号艇島村、2番手優勢も内から2号艇辻が並んできた。スタートは正常、2マークマストップで1号艇が回って並んできた2号艇が先行も差し返していった3号艇の島村でホーム側、2番手は3号艇島村キープして、今リードは一定四半、上位の3艇は1番3番2番でレースは2周目。2号艇の後ろ定冠相手、内側から6番5番4番と3艇はほぼ並んでいます。2周の1マークトップで1号艇山口、2番手は3号艇の島村、3番手は2号艇の辻で、上位の体型は1番3番2番、先頭から2番手2番手から3番手4艇身定冠空きました。その後ろ大きく水が空いて、今5号艇山崎と6号艇大上が並んで、最後方が4号艇高橋です。2周の2マークもトップで1号艇、続いて3号艇、その後ろから2号艇が旋回していまして、上位の体勢1番3番2番でレースは最終周回です。さあシリーズをリードしてきた山口が最後もの強い走り、1マークは誰も寄せつけずのイン逃げ快勝、見事優勝をがっちりとつかみ取ります。先頭は1号艇山口剛、2番手はコロナ禍唯一の遠征メンバーでした3号艇島村隆義、3番手が2号艇の辻栄造で、上位の体型1番3番2番です。これで今年は3回目の優勝です。ここ地元宮島は3月に続いて17回目、通算では49回目の V ゴールが目前は1号艇山口剛、ラストターンマーク。さあ若葉賞第52回の覇者はこの人、山口剛、体型は1番3番2番、第12レース先頭1番山口、今優勝のゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、6番5番ゴールイン、ラスト4番ゴールイン。